皆さん、こんにちは。皆様、良い会合を楽しんでいらっしゃいますでしょうかそれでは、オープンマイクテイキングストックセッションを開始いたします。参加者の方々に何が良かったのか、何が良くなかったのか、何を今後も維持するべきなのか。 何を改善するべきなのかというような声を拾うセッションということになりますで、皆様にぜひお願いしたいと思いますで、まあ今回はオープンマイクセッションの中で発言できなかった場合も書面において我々のウェブサイト上で皆様の声を伺うこともできますので最初のオープンコンサルターションに関しましてのそのまとめということで 皆様のその声を集める機会はこれ以外にもございますそれではまず壇上の方から自己紹介いただきたいと思いますまた私の方からやりましょうか左側伊田洋一さんですコーチェアでいらっしゃいます2023年マグのコーチェアです また主催国としてのコーチアでご参加いただいております。総務省にいらっしゃいます。それからビントサーフさんもご参加です。リーダーシップネームのチェアでいらっしゃいます。で私です。で、ミタナマサンガーるす IGF の事務局によります。私の右側は IGF2024 マグのチェアです。皆様の声をしっかりと聞きたいと思ってらっしゃいます。来年の IGF の組織を運営されますので、皆様のご意見をしっかりと聞きたいと思ってらっしゃいます。そして右側がポール・ミッチェルで、2023年のミーティングのチェア、今回で人気が切れます。それからキャロル・ロイッチさんです。 まず男女の方から何か発言がありましたらお願いしたいと思います基本的にはこのミーティングでは皆様の声を聞くというモードに入りたいと思っておりますで、皆様の意見というものをちゃんとノートに取って来年に向けてはい備えたいと思っておりますけれどもビントさんはい、ありがとうございますビントですマイクがありますとどうしても話をしてしまいます 2,3点お話をしたいと思いますまず飯田さんに関感謝申し上げます京都会議の最後としまして光景を申し上げます今週多大な貢献をいただきました本当に今この1週間私も集中的に様々な生産的な開講に参加しまして少し疲れておりますけれども 本当に ss 的な会合ができました。また、リアードの来年の会議も楽しみにしております。そしてえマイクに対しあポールミッチェルに対しましても感謝申し上げます。2年間の任期でしたけれども、大変素晴らしいリーダーシップをマグで果たしていただきました。そしてキャンロですが、次回時期のそのマグのチェアになります。で皆様のお声を。 しっかりと伺いたいと思っておりますノートを取っていきますこの会合というものをより効果的にするために皆様の声をぜひお聞かせくださいでは皆さん皆さん皆さんこんにちは私からも申し上げます改善を続けるということマグ IGF の改善を続けたいと思っております どこに申しますまず問題点を理解しないと改善できませんのでそしてまたどういったところにこの会合を持っていきたいのかこれはまさに変革でもありますしまた我々は常にこの IGF という会合に関しまして重要な会合として維持していきたいと思っておりますからまた変化をしてそして適用してより良くなりたいと思っています。 私も個人的に皆様のフィードバックを楽しみにしております本年度のイベントに関しまして皆様の声を伺いたいと思っております本当にたくさんの参加者の方にご参加いただきまして素晴らしかったと思いますし皆様のご意見にしっかりと耳を傾けてそして 今回のご参加に対しまして、えー、お礼も申し上げたいと思います。ありがとうございます。ちょっとあの声がですね、あまりその大きな声で話を,話をで,き、ま、できなくって申し訳ございません。はい、ありがとうございます。で、前の方にマイクが2本あります。皆様、ぜひ発言をしてください。順番に マイクの、はい、順番にです、ね、皆様の声を伺いたいと思っておりますからすぐには回答できないものも多いと思いますがとにかく皆様の声を聞くということそれが今回のセッションの目的になりますので2分でお願いいたします。ありがとうございますますず少し この IGF に関しまして私は5年ほど参加しております。うん、本当に素晴らしいフォーラムで、えー、今回会合に関しましても大変良かったと思います。そして少しも批判的にお話をしたいと思います。昨年27億人がまだ接続されてないという話でした。で、今年は26年で2025年には誰もがつながっているような、うん、状況にしたいと思っております。うん、でアクセスに アクセスできる例えばカフェなどがその空港でアクセスできるのにどうして26億人の人にアクセスを提供できないのかということ、えー、ということだと思いますしそれからまたもう一つ IGF というのはさまざまな ディスカッションをする場になっておりますけれどもそれからまた国連に関しましてもし26億人が接続されていないということであれば AI のハイレベルパネルではなくて26億人のハイレベルパネルを設けるべきだと思います。未来ののサミットというのか我々 我々のまさにその26億人を所属するということは大きなその我々の責務だと思います。これは批判ということではありませんけれどもとにかく優先順位としてはですね AI よりも26億人だと思いますのでまた彼らにそのえ経済に関しましても1500億から2000億の経済まで この全員のインターネットへのアクセスに改善できると考えられますので、はい、名前とそれからステークホルダーグループもおっしゃってくださいマーカーさんどうぞマーカース・コボランですシニア・アドバイザーエプロ・ファウンデーションジェネーブ・インターネット・プラットフォームに所属しておりますスライドを紹介したいと思いますこちらが私のプロジェクトでディプロで行っているプロジェクトです IGF ・ナレッジ・ d i g デジタル・フューチャーというものになります IGF ではこれまでたくさんの知識というものを集積してまいりました。2011年、ナイロビでウィントも言いましたよね。そのデータマイニングが必要だということで,で、私もこのプロジェクトに参加できることを楽しみにしておりますし、AI を使ってマッピングをしたいと思っています。たくさんの知識のマッピングを行いたいと思っています。これまで培ってきた知識のマッピングです。こちらに 例えば AI の一つの AI が出したものになりますけれどもグラフがありますさまざまなセッションでどうした知識が存在したのかということそれはコンテンツごとに言及されたものを表しておりますこういったマッピングをすることでどのようなディスカッションがされたのかどのような知識があるのかということを明らかにしていきたいと思っています。 で他の組織の方にもぜひこのプロジェクトにご参加いただきたいと思います。詳細に関しましてはデイプールウェブサイトで開示しております。皆様の参加をお待ちしております。ありがとうございます。えマークさん質問です。これはあの公的にウェブサイトでアクセスできるんですか。はいできますよ。はいありがとうございます。ありがとうございます。 こんにちはシェルナメともシェルナメ JJ と申します。サングラスを,を,をかけておりますけれども、顔認証を避けたいという意図がございます。レジリエントインターネットストラクチャーに関しまして、インターネットですけれども、バリアをなくして、そして誰もが公平にアクセスできるようなインターネット。まあ、今回、IGF に参加いたしましたのは、重要なステップだと思っています。 進化するインターネットに関しますコンセンサスを築くと、特にその収ュされた人々を耳を向けるべきだと思います、そのうちインターネットに接続できない方々、それからまた戦争によって武器として接続がシャットダウンされている人もいます。そして こちらの IGF に関しましてのコラボレーションに関しましては本当に素晴らしいものだと思います。そして今回のインターネットというのは瞬時なものであるということで IGF のディスカッションに関しましてはインターネットも同じような状態で進歩させることが必要だと思います。私の怒りですがパレスチナの人間がインターネットの接続から切断されております。これは このようなことは本当に残念なことです。IGF はこういった方々に対しましてリアルタイムに何らかの支援を提供してもらうようなフォーラムになっておられると思います。このような痛みというものを他の方が経験しないように、そしてまた女性の権利よというものをこの IGF のコミュニティで守るということ。 私は本当に今身体で感じているように本当に心が引き裂かれるような気持ちにあります以上ですありがとうございました <Thank you. S 1> ありがとうございましたでは次にリモートでベナンからリモートハブで参加をしていらっしゃる方がありますのでそちらから伺いましょう 聞こえなければ次のスピーカーにご質問いただいてまたオンラインの質問が取れるかチェックしましょうありがとうございます素晴らしいサマリオありがとうございましたサミットありがとうございました今回5回目なんですけれどもまた私もドミ,ドミニカの人間なんですけれどもウカテバ大学 によりまして申し上げたいのは包摂性という意味においてはより多くのラテンアメリカ人の参加を望みたいと思います次回の IGF カリブ海諸国からの参加ももっと見,ない見たいなと思いますしそれから身体障害のある人たちの参加も見たいと思いますすべての人のためのインターネットでありますから 持てるものばかりが参加していてはダメだというふうに思います。一つのインターネット、一つの国民という言い方をするのに意思決定をする人たちがそうではない人たちを見られないというのは問題だというふうに思います。私はインスティテュートオブパブリックポリシーアンドリサーチの人間なんですけども。 若い人たちにインターネットのメンタリングをしているそういう活動もしていますそういう意味で学生をたくさんここにまいてきましたのでそれを嬉しく思っていますありがとうございましたありがとうございました私の左側で待ってらっしゃる方どうぞバレディスカネフォと申します今京都で修士号の学生をしています 私今回初めて IGF フォーラムに参加をさせていただいて嬉しく思っています本当に多くの方々が世界中から集まっているとして驚きましたみんながこの重要なトピックに関して意見を表明している特に AI の時代が非常に進んでいるという風な話をたくさん聞きましたで、ちょっと私の意見としてなんですけども もっとプログラマーとか、テクノロジー関係の人たちの声を直接聞きたいなと思いました。特にもちろん政治家の人たちにとっても。例えば奥いらしてました。けれども、欧州議会とかあるいは？ 米国の参加者もそれから他の議会の方々もいらっしゃいましたけれどもでも一方でプログラマーとかあるいはテクノロジー関係の方で自分たちの知識を他の方に共有できる場所というのがもっとも増えればいいなとそうすると IGF がもっと豊かになるんではないかというふうに思いました。あありりががとととううごござざいいまままししたすすルティーナタリと申します・ナー申私は個人の資格で それからダイナミックコアリッションのコーディネーターの資格で参加していますまず飯田さんありがとうございます素晴らしい IGF この会場も本当に素晴らしいですありがとうございました一つ重要な点なんですけれども私は一つのセッションでも25人以上をそのいる そのセッションを限られていて3人というふうな少ないという,ふう3人というのが最低のところでしたなのでセッションが多すぎたんじゃないかなというふうに一瞬思いましたもちろん IGF のフォーカスは素晴らしい AI についてもいいんですけれどもただソリューションについては何もその話がなくってみんなが一 世界の場所に集まってデクラレーションというわけではないですけれどもそのこのビルの中,の中でそのいわゆる私たちが対応しようとしている問題に対してのソリューションの共有というのが十分ではなかったなというふうな気がしましたプラスレポートはできてきますけれども作っているにはかかわらず IGF のウェブサイトでもなかなか見つけにくい場所にあります。DG のウェブサイトにおいても その報告書が存在しているということに気がついてない人たちがあまりにも多すぎます。なので、どうやったらこのどういうクライテリアで、その実際にダイナミックコアリッションの作っているレポートが目に目立つ形になるのかということも聞きたいと思います。それから dgc についてです。最後になりますけれども、これ議論をずっとしてます。けれども、ここでももう一回喋らせていただきたいんですけれどもより。 SIGF S に責任を持ちたいということであればその IGF としてもっと責任を持ちたいということであれば2025年はもっとそんなに先ではありませんのでリソースもそれから2024年には2025年のための準備というのをたくさんやっていく必要があるというふうに思います。私私たたちち非常に複雑な問題を IGF ののココミミュニティとしてて扱っていますのででダイナミックコアリションでは 責任を果たすぞというふうな意志はありますのでありがとうございましたデボラ・アレンさんオンラインにつながっているはずですありがとうございますまず最初に申し上げたいのは この会議は本当に素晴らしかっったなと思っていますステークホルダーがみんないて市民社会もいてヘーグにいる人たちもニューヨークにいる人たちも私ニューヨークにいるんですけどもずっと今そのデジタルフルエンシーというものを進める活動をしています。ということで今信頼できるいろんなものということをやっているので私としては。 オンンラインにいても熱を感じるだからこの会議場の熱っていうのはどの程度だろうというふうに思いましたビント・サーフさんがいるのをちょっと一瞬見たんですけども次世代のその人たちの人たちと一緒に集まっているのを見ましたのであサフさんこんにちはちょっとこうやってそのスクリーンで見ていると デジタルの世界から中を見るのと外の世界からデジタルを見るのと全く観点が違うんだなというふうな意識をオンラインで参加していて思いました。私はその対面では参加していませんけれども私ここに参加できて嬉しいなというふうに思っていてでも一方で若い人たちがたくさん参加できているのは本当に良かったというふうに思いました。まあ その今エクスパートと言われる人もかつては若かったわけです。なのでェンジーとかジェン x とか言ってますけども複数の世代間にまたがってこの会議が出席されるということは素晴らしくてそれはやるべきだというふうに思いました。それからねつい そのマイクを握る人たちのパッションを感じましたオランダの人たちが言ってたのはもっと実践的にやりましょうよともっとリソースを一つに集めましょうよというふうにマイクを握っておっしゃったのはよかったなと思いましたそれから若い人が正義とそれからフェアそれについての発表がありまして私はその熱量をここで オンラインで感じながらもオフラインの熱量を感じました。なのでそういう意味では一緒に働くということが必要だというふうに感じた次第です。それから最後にもう一つ申し上げたいのは3デザインファンディングモデルというのを考えたいと思います。皆さんと一緒に集まって こうやってもう一回デザインし直すという風な活動もしたいという風に思います。サーフさんできる限り若い人たちと会って帰ってくださいね。皆さんあのよく詳しい人たちと若い人たちっていうのは一緒に働きたいという風うに思っていると思いますのでありがとうございました。デボラさんありがとうございました。ちょっと皆さん。 私が若返るのは自分で年齢を嘘をつくことです。私今50歳ですというふうに言っときます。アサマレコン、私パキスタンから参りました。コミュニティリーダーをしています。デジタルライトのアクティビストで弁護士でもあります。国連 それからそう運営者そして日本政府日本人の皆さん本当に努力を傾注してくださったことをよくわかりましたありがとうございましたただちょっとがっかりしたのはその身体障害者の人たちが少なかったなという気持ちがしたことです一つのセッションで。 包摂制で障害者を包摂するということで8人スピーカーがいたんですけども4人だけが部屋に座ることができていたというふうな状況でした。というのも障害がある人たちというのは自分たちの権利を持っているのみならず私たちも彼らに入ってもらわなければならない状態にあるというふうに思います。 思うからですなので IGF の皆さんにはスピーカーという意味でもそれから参加者という意味でも IGF の参加者を障害を持った人たちにも数多く参加してもらってください。それから途上国あるいはその後発途上国にはビザの問題があります。イスラマバートに行かないと日本のビザは取れないんです。でも このようなグローバルイベントであるにもかかわらずこんな E メールでビザがどうして取れないんでしょうか。パキスタンの友人はこのインビテーションレターがもらえなかったらビザが取れていません。なのでインビテーションレターは適切なやり方であると思うのでこれを。 関連する国あるいはビザを発行する国がビザを発行するベースになるようなドキュメントに変えられるべきだというふうに思います。そのビザの担当官がこのプログラムを知らなかったというふうな状況がありました。ですので、このビザ問題というのは次回からも IGF の皆さんには真剣に考えていただきたいというふうに思います。次回の会議からも考えてください。はい、ありがとうございます。でリモートハブの方。 ベネームさんどうぞありがとうございます。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。サマラフォナカと申します。バングラデシュから参加しております。7歳の男の子になります。プロジェクト コーマというもののリーダーですメンタルヘルス子どものメンタルヘルスのプロジェクトになりますこのようなグローバルのデジタルコンタクトのセッションに参加をしている最も若い人間だと思います2つお話をしたいと思います IGF 2023年についてそして提案をしたいと思います来年に向けまして子どもそして若者 フォーカスを絞ってまずコメントです主催者に対しまして IGF はこのような成功率のイベントになりました本当にさまざまなインスピレーションを受けましたたくさんのステークホルダーからこの機会とそれから課題に関しましての話がありました特に今回の IGF において子どもたち若者たちを中心に置くデジタルポリシーガバナンスの中心にしているということです子ども若者というのはデジタル ののそまの未来のそのデジタルの世代ということになりますので子供もたちそして若者こういった環境を使うことでそれぞれが学習し成長できるようにということをぜひ考えてもらいたいと思いますありがとうございますこんにちはガバラ・ラスコーミーと申しますアソシエーション・フォー・グローバーシー・コミュニケーションを代表しておりますまず 日本国政府に関しまして感謝申し上げます慎重に計画をいただきましてまた運営に関しまして大き素晴らしいものでしたこの会見も素晴らしいしそしてまたロジスティックもほとんど広ころがない、えー、という状況でしたですけどいくつか全体的な IGF の実行に関しましてのフィードバックがありますまず参加の準備に関しまして IGF のオンラインスケジュールが読みにくかったということがありました それからアジェンダーのデザインに関しましてもユーザーフレンドリーではなかったということで、これはアクセシビリティにも影響を与えました。機械に関しましては、今回このリンクに関しまして、統合してもらって、そしてリンクがうまく機能するようにしてもらいたいと思います。追加といたしまして、IGF が始まりそするときに、ドメインへのアクセス、Wi-Fi でつながるときに、IGF が提供したラフシャルウェブサルのリンクに関しましても、 アモネスティ・インターナショナルとか APACIGF に関しますキャンペーンに関しましての URL にアクセスできないということがありましたで。これはどのドメインがブロックされているのかそれはどういった理由なのかコンテンツへのアクセスが制限されているということはフリーでセキュアでまた自由なアクセスに合致してないと思います。それからまたセッションに関しましてお互いに も同時に参加したい会合があって参加できないということもありました。またワークショップだとかその会話に関しましてはそのワークショップからの,そのフィードバックをいただけるようにしてもらいたいと思います。それからまた問題に関しまして。 テクノソリューーシショョンンのアプローチがセッにに関して多かったといいううふうに思います特にグローバルサースのデジタルエクスクローションに関しましての発表においてもその技術的な話が中心だったということそれからそれ以外セッションに関しましてデジタルさまざまなそのダイナミックコーラシンに関しましてもそうですしジェンダーの問題に関しまして十分なその多様性のあるようなセッションにはなってなかったと考えます。 なので、有色人種だとか、それから障害者もそうですし、えー、より多くの方々がオンラインでも参加できるようにしてもらいたいと思います。そして、現場に来れなかった人もたくさんいます。いくつか理由があります。それはビザの問題もありますし、それから旅費の支援の問題もあります。これは大きな問題だと思います。イベントを始める前に 渡航の準備をするときにさまざまなレポートを受領をしております特にアフリカの国々からですそして日本の大使館からもたくさんのドキュメントを要求されましたそれはあその経済的な証明としてですそしてあれこれによりまして若民国側がビザの支援をしておりますけれども日本国の政府から この IGF に参加をした10%の申請に、えー、ビザが折れなかったということもありましたなので、えー、このドキュメント IGF がビザのために提供するドキュメントに関しましてのその合法性を高めてもらいたいと思いますなので次の会合においてはホスト国は IGF の年次総会において政府のコミットメントを,を,を提供し参加したい人が 誰ででもも参加できるようにしてもらいたいいたと思いますそれから主催局ですができるだけ早く大使館の方に指示を出してもらいたいと思います特にグローバルサッフアフリカの人間がこの総会に参加できるようにビザの申請に関しまして適切に処理をしてもらいたいと思いますもう時間が2倍以上になっておりますので申し訳ございませんが IGF のその事務局に関しましてそのまた別途 発言いただけますでしょうかありがとうございます私はタ,リタドリチャードリーと申します i g f c のチェアをしておりますまずこのような素晴らしい IGF に関しまして感謝申し上げますほとんどのことに関しましては問題なく開催されたと思いますそして全体としてうまくいったと思います IGF はもっとできるとでも思っていますダイナミックコリーリッションフォロシーネットワークだとか 多くの方々 IGF にご参加いただきたいと思いますそのためのリソースが必要だと思います IGF はそういった意味において重要な時期に差し掛かっていると思いますこちらに帰ってきてそして会合に貢献をするということそしてまたこちらで話した内容というものを IGF のコミュニティ以外に広げていくそしてまた IGF にリソースを投下していくということができるようにしていく必要があると思います そしてどのようにこのコミュニティこの部屋の以外のそのコミュニティが IGF の活動に貢献できるのかということも考えるべきだと思います。はいこれはお願いということになります。皆様に考えていただきたいと思います。リーダーシップのパネルはご存知だと思いますが IGF のそのリソースというものを強化するべきだと思います。こんにちは。 ビアバボーザーと申します。シビルソサイティ、市民社会代表したお話をしております。ネットワークの問題だとか、それから私はブラジルの方から参りました。まず日本人の皆様に心温かくお迎えいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ブラジルは国際的なこのったい国において、ブラジル政府もそうですが、 社会の不平等に対します戦いだとか環境保護といったところに関しましてブラジェルにおいてデジタルの不平等というこれが起こっておりますブラジェルに多くの方々が安定したインターネットへのアクセスがないということが見られますまた同時にインターネットのユーザーに対します権利権力 権利というものをブラジルにおいては早い段階から宣言していにもかかわらずブラジルにおいてはヘイトスピーチだとかまた女性の権利が阻害されている LGBT 黒人そして子どもたちの権利が阻害されているという状況があります。そしてーファの政権がデジタルプラットフォームを民主的に 法案化されましたこのデジタルプラットフォームに対しまして、えー、概要対応としておりますなので我々のこれにおいてのこういった問題に関しましても身を向けてもらいたいと思いますし私たちの望むインターネットを作るために皆様と協力できると思っておりますバジルと申しますデジタルメディーサネさん所属しております、えー、2018年ですが私は同じコメントを行いました AI に関してです。AI が大変重要なトピックだと申し上げました。で、今現在、インターネットガバナンスの話をこちらではしているわけです。AI がインターネットに対しまして、インターネットガバナンスに対しまして大きな影響があるということであれば、IGF の AI のガバナンスに関しましても、ディスカッションするべきだと思います。なので、今後のセッションにおいては AI についてのセッションを増やすべきだと思います。IGF の視点からです。それからもう一つは、 テテクニニカルコミュニティの参加さまざまなワークショップにおいて残念ながら統合されました技術コミュニティのワークショップというもので専門家を集めてくるようなものはありませんでしたそしてインターネットのアクセスだとかあまたそのオンラインの参加の 参加ということで我々のそのポリシーのディスカッションに対しまして技術コミュニティの参加が十分ではなかったと考えていますそれからまたス情報の問題だ,そうだとかこのようなインターネットへのアクセスのお阻害されないように特にハイレベルパラデルにおいて偽情報とかの予防のためにそのインターネットへのアクセスが制限されるようなことがないようにするとそして インターネットというのは当たり前のものではありませんのでありがとうございましたではまたベネン,ンのハブにつないでみましょうはい私は市民社会を代表して市民団体を代表しています NGO なんですけれども私 NGO の代表としてお話をさせていただいていますが倫理2つ目のワークショップをこの問題に関して開催したんですけれども非常に 国際的なレベルでインターネットと倫理に関してどういうことが起こっているのか大変興味を持っています。ですのでもっとトレーニングを受けられないものかというふうにも思っていいいますベナンでさらににこのインターネットとと倫理につてて知りたいなと思っています。というのも明らかに私たちはインターネットをもはや無視するわけにはいかずそこに厳然と存在している状況ですので。 つながっているかつながっていないかにかかわらず人生の一部生活の一部になっているからです。我が国においては女性が極めて重要な役割を経済的には演じています。でですので 女性にとってインターネットを使うそれによってさまざまなことを上手にオーガナイズして経済開発を続けるということが重要になります。それからこの IGF の主催者の方にお願いしたいんですけども多くの人たち。 私たちの国の多くの人たちは IGF という名前を聞いたことがありません。なので来ていただいて見るということが重要なんですけどもいずれにしても IGF に参加を私はさせていただくことができて本当に嬉しく思っていて感謝しています。それともう一つ憂慮していることがあります。もちろん 今日のようなミーティングはいろんなエクスパートがお話をしてらっしゃるそれからいろんな組織が参加しているということは分かるんですけども私たちが望むこととしてまあレコメンデーションって言っていいのでしょうかもうちょっと政策について話をしていただけたら。 そうすればインターネットからより多くの人がメリットを得られるような政策につながれると思います。バスティアンと申します。デジタルデベロップメント、アゼルバイジャンの省庁の人間です。今回 IGF の参加者の皆さんとお会いできてよかったです IGF はユニークだな,だなと思っているんですけどもこれはその情報世界のサミットであるにもかかわらず WSIS が一つの場所にいろんな人たちを集めるという形で IGF を作ったという特徴を持っているからですさまざまな背景を持ったさまざまな活動をしている人はこうやって一堂に会して それぞれインターネットに関わる問題について議論をするわけですからですので皆さんが貢献してくださったことに感謝を申し上げたいと思います IGF1 年前2010あ12年11年前に IGF11 のホストでありましたけれども IGF のキャパシティがこれから伸びていくことを大変心から祈っておりますで テクノロジーとイノベーションが進んだかどうかということに関してですけれどもそのアゼルバイジャンの政府はデジタルトランスフォーメーションを一つの重要課題として据えています。私たち もちろん人口とか天然資源は豊かでありますけれどもテクノロジーとかイノベーションでも豊かな国になりたいと。というのも各国の発展にはそちらの方がさらに重要になっているからです。ですのでデジタル経済によって包摂的な持続可能な開発を達成したいと思っています。またアゼルバイジャン政府はそういういい意味において 天然資源に依存した経済からイノベーションベースの経済に変換していきたいと考えています先ほど26億人がまだつながっていないという話がありましたアゼルバイジャンもいろんなプログラムを導入しまして2024年末までに計画としては100%そのブロードバンドが 25メガビットパーセカンドのスピードでつながるようにしたいと思っています。これには PPP が必要でありまして我々としてはインセンティブを民間部門にも提供して国が運営しているインフラの上でサービスを提供してもらうようにしようとしております。こんなことをやっております。でアゼルバイジャンの新たな展開としましてはスマートシティを作っております。 スマートビレッジと言ってもいいんですけどもここはある年間ス、えー 国内避難民あるいは国内避難民だった人たちが戻ってきて帰還した場所をスマートビレッジにしていますですので IGF のベストプラクティスステークホルダーの皆さんにこの情報をできれば共有させていただけたらと思っております。皆さんに今後とともどううぞ成功おお祈りりりししてまますありがとうございました ありがとうございました今回のミーティングでいろんなことを学ぶことができました将来的にミーティングで交わされたことが各国で実現されればいいなと思いますまた世界中にさまざまな法律とかあるいは規制が普及していけばいいなと思っています 皆さん、こんにちは。パネルの皆様、ジェームズ・レギュラース,スバロと申します。フィリピンの持続可能開発の担当をしております。まずは、日本政府にお祝いを申し上げます。それから、u n デーサー、そして IGF のさまざまな活動をしてくださっている女性、男性の皆さんにお祝いを申し上げます。3点ほど申し上げたいことがあります。私の提案 なんですけれども,もしも機会があるならばですけれども加盟政府のメンバーの皆さん 皆さんにインターネットガバナンスカウンセルを各国に作っていただけるように要求したいと思いますそれによって政策やポリシーがさまざまな私たちの課題に対しても作成されるようにということですそしてまたイノベーションも進めていけるようにというためにですそれから2番目ですけども世界中の政府の皆さんには法律を作って 民間部門や企業がインセンティブを感じて農村部に投資ができるようにあるいは十分サービスが行き届いていないコミュニティにインターネットが復旧するように投資をするインセンティブをお願いします。それから3つ目ですけれども各国政府や民間部門に対しましてスタートアップを支持してしててほいと思っていますあるいはコミュニティを支持して資金をそういったところが得てメンターシップを得てそして企して。 途上国における経済開発につながるような活動をしていただけたらと思いますありがとうございますセバスチャン・バシュリーと申しますイソッフランスのイソックの人間ですそしてまた IFG フランスのコーオーガナイザーをしていますまたインターネットユーザーの欧州連合の人間でもあります 皆さんベナンの皆さんもどうもありがとうございました。英語以外の言葉が聞けて嬉しかったです。というのもここは多くの言葉がしゃべられる場所であるべきと私は思うからです。ですのでここに通訳のツールがありますのでそれを使うべきだと思いますしそれから皆さん日本政府を感謝しておりますけれども私もそれに連なりたいと思います。またた多くのの人たちがこの 会議に準備ををししてくださったことを感謝します日本とそれからマルチステークホルダーのようなその会議というのは日本の政府のみならず市民社会それから民間部門も協力をしたと思うので日本全体に対して感謝をしたいと思います。でミーティングが多すぎるとミーティングの意味がなくなってしまうというふうに思うのでやはりその。 先ほどもありましたけれども、いくつかそのミーティングを合併させて、1つのミーティングにより多くの参加者が参加できるようにするという方がいいと思います。それから AI のセッションがありましたけれども、うん、もう1つはコレクティブインテリジェンスというのを AI のセクションでも話すべきだと思いました。 スペイン語でお話を出しますネルソン・ギアメスと申しますブラジルから参加しています私はトランスバイナリーの人間ですで皆様に批判を展開したいと思います十分なプレゼンテーションがなかったと思います特に弱者に関しますってのプレゼンテーションですさまざまな 方々その弱者の機関というものがありますけれども弱者の組織、えー、弱者というのはそもそも国境を越えてテクノロジーに十分にアクセスできていませんそこでこういった方々にこのような環境に参加をしてもらうようなものにしてもらいたいと思います。この会合においても ノンンバイオままたははトラのの人々の参画は十分ではありませんこれは初めてですけれどもブラジルはノンバイオナリーのデリゲーション今回初めてトランスの人間も含めまして今回の会合に送ったわけですしたがって我々はこの IGF のコミュニティにトランスの人間として参加をしたいと思っていますこれは人間でもありますインターネットでいうのは人権でもありますいろんな あのの身体を持った、うん、人間というのもいうるわけですなので犠牲にならないように我々のような人間にも終焉化された人々も含めてもらいたいと思います。それこそが包摂、えー、性ということで我々は多様な身体を持っていてそして我々としてはインターネットガバナンスに関しましても我々は理解したいと思っておりますし我々は全ての会合に参加をしたいと思っておりますありがとうございます。 はい、ありがとうございます。もうマイクに関しましてはクローズしたいと思いますので、これ以上の方にあの発言を受けられません。ザンカナと申します。私は同僚ナドリタターチャと一緒に参加をしています。し、今現在、ヨーロピアムダイアログンインターナットガバナンスのフェローです。今回のこの機会をいただきまして、本当に素晴らしい…えー インターネットサイティの方々に感謝申し上げたいいと思いますインターネットアトラス、今年のものですけれども、これは基本的には、どこでこのような素晴らしい作業が行われているのか、特にインターネットガバナンススペースに関しましての貢献に関しまして、感謝申し上げたいと思います。 それからまた今年4つのトピックに関しまして皆様にメッセージです。簡単にお話をいたします。まず一番最初に我々は明るい未来を作りたい AI で繁栄と安全の AI というものです。それから国家がリーダーシップをとって i に関します研究開発を行うということ。そして政府機関が AI システムのそのリスクというものを理解し、 そこに介入することで、そういったリスクを緩和する。それだけだと思います。そのためには AI 法も重要だと主張し、また、ai の使用に関しましての教育倫理的な使用に係るのが結果ということに関しまして、目を向ける必要がありますてで、ai というものは共通の共,共通の財であるということで、どこかの組織が成立するのではありません。 それからまた将来のインターネットガバファナンスに関しましてはエビデンスベースのインターネットガバナンスであるべきだと思いますそしてそのためのお執行能力が必要だと思いますさまざまな生命においてコミットメントがありますけれども、えー、未来のインターネットに関しましては生命だとか、えー、それものに関しましては執行性を持たせるべきだと思いますしまた体系的にテ、えー、ックのコミュニティ美術コミュニティ、えー を巻き込んで、特に向山市ともそうですが、過去、そして未来のこのインターネットの使用というものを良いものにするためにも、その意思決定のプロセスに関しましても改善をしてもらいたいと思います。ありがとうございます。追加に我々は、意識的なデジタルエコシステムというものを考えています。子供たちのデジタルスキル、そして、 介護者ああ,あとにもそのような教育を提供したいと思いますまた集団化された方々の声をこのようなデジタルランドスケープの、えー、介護の中に協議の中に含めるということそしてインフラへの、えー、投資をすることで、えー このようなインフラに関します不平等というもの格差というものを減らすということそしてベンダーロッキングをなくすためにも相互運用性というものを保障するということこのような取り組みというものが世界に対しましてデジタルで力を受けたそして尊重された個人の権利が尊重されたような包摂的なものになると思いまますすこれがユーース側からののメッセージにになりますぜひ行動の方にお願いいたします。 ありがとうございます私はピーター・タマイセクと申します私はアラリーン・ベダン・コードと一緒に参加をしておりますアクセスブコミュニケーションに所属しております我々は市民社会,市民社会からです、ね、警告を申し上げたいと思いますサルチの政府ですが来年のホスト国となっています このの決定とといいいいうももを解除してもらいたいと思いますそしてまたこの決定のプロセスというものを透明化してもらいたいと思いますオンラインオフラインであったとしても発言の自由というものがサウジアラビアでは制限されておりますそれを破ったまうなこと例えば45歳の教師は追悼したことで死亡しておりますそしてまた40歳のお母さんもそうですそしてまた 2人のサウジの人がウィッペフェディアのボランティアで今、公金状態にあります。今こ、これにおいては市民のスペースというのはありません。また市民社会のスペースもありません。また、ジャマル社交時の死から5年が経っています。まだジャスティスは達成されておりません。我々は自由なインターネットを設けています。このように LGBTQ だとか人権を保護しようとする活動家に対しましてサウジでは自由が与えられておりませんしまた安全ではないと思います。そしてサウジの女性がどのような経験をしているのかということに関しましても。 それを抑制しておりますサウジアラビアは世界において女性にとりましては最もその危険な国だと思います。えー、ここでちょっと介入させてください、えー。まだ時間があります。それからジャーナルカウンセル、えー、いえ、もう私のスタッフはこの,この国に送るわけにはいきません。我々、行動規範というのがありますので、えーえー、そういったことは、はい、控えていただきたいと思います。ありがとうございます。 なので、まあ、もちろんその心配してらっしゃること分かります。重要,重要だと思います。けれども、この高度の危険というのがありますので。はい、あの今、おっしゃったことに関しましては重要だと思います。はい、ありがとうございます。まあ、これ事実を申し上げたまでだということなので、えー、ぜひ非皆様調査をしてください。オフラインで結構ですから。では、私のパートナーにマイクを渡します。ありがとうございます。 今、ピーターが言いましたように我々はこの合法性ですマルチスティックホルダーのアプローチの合法性このモデルが今の状況によって脅威を受けたと思いますマルチスティックホルダーの参加というのはまさに IGF のコーナーストーンでありますなので市民社会の参加というのがまさに不可欠であるということだと思いますなのでそのサウジアラビアのコンテクストというのはそのような 意味がある効果的な参加ができないと思いますしこれは市民社会だけではありませんしんまた市民社会がそういった状況においては貢献ができないと思いますまた IGF が今重要な時期に差し掛かっていますので IGF 自身もリスクにさらされると思いますなので IGF はインターネットガバナンスそしてデジタル協力のエコシステムにおいて、えー、この平和というものを求めておりますなので、えー、ぜひ、えー この決定に関しましては、えー、解除してもらいたいと思います。小林まりこです。ワイダプロジェクトに所属しております。まず、I G F 二千二十三年への成功例の開示に関しまして、感謝申し上げます。I G F の事務局長、I G F リーダーシップパネル日本国の政府の皆様に感謝申し上げます。 でコミュニティの人間として、もう少し難しい側面もありました。この4年、5年前、特にそうでした。というのは、私はワークショップを申請したんですけれども、イン,フライン,インターネットインフラのテクノロジーに関しまして、会合だったんですけれども、その当時、g p g だとか AI というテクノロジーが出てきて、 場合によってはそのテックのコミュニティからのにとりましてもその他のステークホルダーの問題だとかそういったところがもう十分にはその理解できなかったということもありましたなのでそういった問題もあると思いますしインターネットガバナンスフォーラムで議論すべき問題というものはたくさん残っていると思いますからさらにテックコミュニティからの参加というものを増やしてもらいたいと思いますそしてテック関係の問題これは AGF でも理解でき 理解するだけですその先端の技術にも関するわけではなくてインターネットのリソースだとかインフラですがこういったものが全て接続性の問題に関係しておりますまたデジタルガバナンスの関係に問題にも関係しておりますのでありがとうございますじゃあ最後のスピーカーですあなたが最後ですね時間を守らなければならないのですみません 他の方がもうご着席なさっているので後でメールででもご意見くださいトーソン・コーストンと申しますドイツの市民団体から参りましたオンサイトで参加するのは初めてです本当にすごい経験をさせていただいてます マグノメンバーの皆さんありがとうございます。IGF の事務局にも感謝します。本当に素晴らしいプランニング、それからこれを実現化するという意味でありがとうございました。本当に素晴らしいです。さて、政策科学をやっておりますので、私、教えてもおりますので、こうやってセッションやワークショップで子どもの権利について、 彼らのニーズを表現してくださったことについて感謝申し上げます子どもの権利は子どもの権利をそのベースにしたアプローチというのは非常にいいアプローチだというふうに思います私たちオフラインでもそれをするべきだと思うぐらいです最後になりますけれども私のボスが私に信頼をせてくれて 子のの権利のマネーージャーにししてくださったことを感謝しますそしてデジタルオポチュニティファウンデーションの不縁を海外に知ら,せてくれるため知らせるための役割を持たせてくださったことそれから私をコーチングしてくださったことを感謝します。まず最後になりますけども皆さん来年の IGF でも会いたいと思います。できればもっと平和的な 世界になっていて紛争も減っている来年でありますようにありがとうございましたではパネルの皆さんに何か最後に一言あるでしょうかありがとうございます簡単にですけどまず 本当に心よりの感謝を皆様方に申し上げます皆さんに優しい言葉をかけていただきました今日オンサイトでこうやって来てくださった方にも感謝申し上げたいと思います本当に感謝の言葉までいただきましてありがとうございましたでもこの お役目は私の同僚総務省の同僚のみならず民間部門の皆様にも感謝は行くべきだと思っていまして皆さん本当に準備に精を出してくださいましたそしておもてなしも皆さんがやってくださいました同時に私個人的に感謝を申し上げたいんです国連のチームの皆さんそれからテックのチームそれからアポール・ミッチェルさんにもそれからビン・サーフさんにもここに座ってくださってて本当にありが いかに私がワクワクしてるか感じられるでしょうかインターネットの父が隣に座ってるんですから、うん、そして一緒に話ができるなんて私息子も羨ましがられました名刺を見せたら羨ましがってたくらいですなので今日もうずっとその佐都さんのリーダーシップのもとでいろいろと話ができてどうやって インターネット我々の望むインターネットにしていくかという話ができて本当に嬉しかったと思いますそれから我々としてもこの何年もこれからさらに仕事をしていきたいと思っています日本国政府も強くこの問題にはコミットをしております私たちはマルチステークホルダーのアプローチを守って進めていく IGF のこのアプローチを進めていくことに日本政府はコミットしていますしそれからみんなで 手を携えてさらに IGF をディスカッションを通じて強化し改善していきたいそしてデジタルグローバルコンパクトに向けて作業していきたいと思いますそして今後レビューもありますので y c s プラス20のレビューに向けても仕事をしていきたいと思います本当にありがとうございました日本政府日本のコミュニティを代表いたしまして心より 本当に皆さんに感謝を申し上げます皆さんが持ち込んでくださったすべてのことに感謝申し上げますありがとうございましたはい、簡単にですけれどもなんであの人が笑っているのかこれはほとんど終わりになっているので安堵の微笑みです もうこの週だけではなく何ヶ月も準備をしてきて「あやっと終わった」というその安堵の微笑みです。さてこのオープンマイクに関しては十分時間がありませんでしたけれども皆さん何か言いたいことがあれば例えばメールとかで教えてください。で重要なことは私今書き取っておりますしもちろんその録音もしておりますけれどもでも私自身もメモを取っております。 また正直なそして率直な意見を次回も伺いたいと思いますでも皆さんの国地域の IGF でもアクティビティの中に今日話したこと今週リーダーシップパネルなどで議論したことを実行に移すための活動をしてください通年で作業をお願いいたしますそして来年のアニュアルミーティングにつなげていきましょうありがとうございました ありがとうございましたオープンマイクセッションは以上となりますでは拍手をポール・ミッチェルさんはこれで引退されますので拍手をどうぞありがとうございました